デザインって難しいわ。じゃん、ロゴがね、下の方にあるような感じで、ここのね、ゴムがね、ちょっと効きすぎてるかもしれない。お腹のところに俺の顔がある、うおーってなってるYouTube、 ウィーオチです、アリです、よろしくです、神木隆之介です、よろしくお願いいたします。ということでですね、なんだろうこの T シャツって思いますよね。そうなんです、今回はですね、実は YouTube のオリジナル T シャツを作ってみようという回でございまして、デザインがね、まずどうなるかわからないので、あの外に着ていけない服になる可能性もあるので T シャツ生地大事ですよ、本当に。ああ、なるほどね。まあ生地としてはちゃんとしてますよ。多分ね、今後もね、同じようなことをね、何着も言うことになると思いますが、まあなんかちょっとこうスポーティーな生地なんですよ、まあ、ちょっとこう伸縮自在というか、まあ肌触りは本当にいいですよ。やばい、このまま進んでいくと全部候補になりそうな気がしますよいしょ。さあ、こっちちょっとシワになりやすい傾向にあるかな、もしかしたらちょっと薄いかもしれないですね。厚み大事だと思いますよ。厚いと硬すぎるし、だからといって薄すぎても若干その、なんだろう、まあ、ちょっと畳んでひゅってやった時とか、まあ、ちょっとわっつって脱いでシュッってやった時とかえ、これ俺しかいないちょっと畳まなかったりするんですけど、その時にシワになったりしてるかどうか、服がね、かわいそうなんですよ。僕に着られると服の鳴き声が聞こえる今これと、ちょっとここに置いとこう、これも、これもこうね、マスポーティーか、マスポーティー今3候補挙げてますよ。今回はすみません、皆さんお疲れ様でしたありがとうございます。君はね、今回じゃないんだな申し訳ないね。はい、ゴチなんでかというと、この最後の決め手、襟です。僕はちょっと男性的って思ったんですよ。こっちだと可愛いのよ、襟の感じが。なんて言うんでしょうね、柔らかい、なんだろうな、どう説明したらいいんだろうな。甲斐翔馬がこれ着てたら、この襟のシャツを着てたら似合う。甲斐翔馬が着てたら多分僕は似合うと思います。カメラ見えてないな僕今顔切れてるじゃないですか、そこ皆さんあの甲斐翔馬の顔そう甲斐翔馬でも対馬翔太でも鈴木仁でもいいです僕は似合うと思います。そしてはたまたこの襟、この襟のシャツを淳島翔太、甲斐翔馬、鈴木仁が着てたとしたら、僕は こっちの T シャツの方が合うなと思います。そうなんです、女性にも着てほしいので、どっちかっていうと可愛い方がいいなと思ったので、こっちかな。久しぶりに、この記事に決まったよ、甲斐、仁、松島。さあ、関係ない彼らを巻き込んだところでさあ、デザインプリント系、顔がプリントしてある T シャツ、これだけはね、ダメです申し訳ない、それだけは恥ずかしくてね、耐えられません。どんな顔、いや、それはもちろん真顔でしょ薄くないところでさ、部屋の中でさ、それ着てることすら忘れてさ、ちょっと電球切れたなみたいな、みたいな、パチンってつけてさ、お腹のところにこの顔があるの、うおーってなってるそれが薄暗い中で、なんか顔がある、あ、そっか、着てるのかっていう瞬間の切りか海外人気系、海外の方に人気の感じで推しの T シャツ、おー、確かにね。どんな感じが好き？僕ね、神尿が好き神尿の感じを比較的
っちゃい頃から書道でうまく書けた記憶がある。新しいっていう字もすごい面白いんだな。新、ここのね、ここの伸ばしと払いのバランスですごく迫力ある感じに見えるんです。一番僕が苦手な漢字っていうか、もう熟語っていうか場所名なんですけど、渋谷でした。谷っていう字がうまく書けないんです僕。なんかさ、残念顔っぽいもうね、矢だけが本当に谷が本当に苦手なんですよ。で、漢字って言っても神、龍だとしても丸神か丸龍なんですデザインってそんななんかこういう風に深く考えるものじゃないとは思うんですけど、都会で味わってますから、この苦しさっていうのはあのね神だとドラゴンボール、確かに確かにドラゴンこれになるかこれなんです。でもな、せっかくだからな、確かにこっちは汎用性はあるだろうけど売ってそうなんですよね。ここででもどうなんだろう、やつを使うとか、あーこれみたいな、これみたいな。でもさ、ちょっと普通すぎるかなこれはそうですよね、外でも切れる。これだと、これは外でも切れることを推奨できる表のデザインはこれにしました。よし、さあメッセージです。いや、シンプルな方がいいな。よし、書けた見せません。すごくいい T シャツ作品が作れたのではないかなと思いますし、自分なりのメッセージも書けたと思うので、すごく今回は満足した。ぜひ楽しみにしててください。だけどねやっぱデザインって難しいわ楽しみに待っててねーういできたらしいっす。じゃん、ロゴがね、下の方にあるような感じで、で、後ろもねちょっとこうつつましくなっております。いいっすね、かわいい、めっちゃかわいい、嬉しいっす。なんか自分の YouTube の T シャツすげえ嬉しいです。ありがとうございます。3サイズ、これ L、ちょっと大きめに着たいみたいな。 XL、 意外と M、 俺が合わせて今すごい多分ぴったりすぎるぐらいぴったりで、でも俺はどうなんだろう、あ、でも L でも普通なのか、どうなんだろう。はい、ということで僕が着るのは今 L なんですけど、こんな感じに最終的に出来上がりました。こんないい感じに、ちょっとダサい感じでできました。で、前がこんな感じで、後ろがちゃんとこう後ろにこのこぼれ辺にあるんですね。着やすい生地ですし、ちゃんとサイズも大丈夫だと思います。ぜひご興味あったら皆さん、ぜひ着ていただけたら嬉しいです。お願いします。チャー